夢の大橋夢の大橋上夢の大橋は、有明西運河をまたぐ、東京都江東区大見と、道区有明を結ぶ歩行者、自転車専用の橋。シンボルプロムナード公園内にある、ドリームブリッジの別名も持つが、あまり浸透していない。1990年に竣工。全長は360メートル。道運河に架か,かるのぞみ橋、新都京有明橋、大見橋、 明美橋と並行するようにかかる。ここから北にある橋の方向を眺めると、橋が多いことから未来都市を思わせる。最大幅が60メートルで、日本一幅広い歩道橋である。基本的に車両の通行は禁止されているが、緊急時は車両通行が可能な構造となっている。1995年には土木学会賞の一つである土木学会田中賞を受賞した。 最寄り駅から遠く、橋の規模の割には、人通りが少ないが、夜はライトアップされていて、人通りが少ないこともあって、隠れたデートスポットとなっている。パレットタウン大観覧車もよく見える。1年延期された2020年、東京オリンピックパラリンピック期間中は、消防法との兼ね合いで、国立競技場での設置が困難とされた、聖火台が本大橋に設置され、 2021年7月23日のオリンピック開会式の際に同競技場で灯された聖火を開会式後の同月24日未明に同地の聖火台へ移してバドミントン選手の高橋麗華が点火した。同年8月24日のパラリンピック開会式の際も同様の理由で同地の聖火台に移された上で陸上選手の田川智樹が再度点火した。またドラマや 映画のロケ現場にも使われる。新国立競技場の聖火台。屋根への設置は厳しい。日刊スポーツ。2021年7月27日閲覧。日本放送協会。五輪の聖火未明に臨海部の聖火台へ。NHK ニュースウェブ。2021年7月27日閲覧。東京パラリンピック開幕。AFB 通信。 2021年8月25日閲覧、ありがとうございます。